アパーチャーグリル方式の画面拡大図。アパーチャーグリル方式によるエジ、E の拡大図。アパーチャーグリルは CRT ディスプレイの技術の一つで、電子ビームを RGB すなわち赤、緑、青の各色をすだれ状に表示するものを指す。他の CRT ディスプレイの技術にシャドウマスクやスロットマスクがある。アパーチャーグリルは、 金属の薄い板に操作線移動方向に対して、ほぼ直角にすだれ状の穴が開けられている。これは見方を変えると、四角い枠に細い金属線が、すだれ状に垂直に貼られているとも表現できる。それぞれの金属線は独立しているので、電子が当たった振動で揺れるのを防ぐために、さらに細い指示体が水平に1から3本入れられている。トリニトロンの画面に見える。 ごく細い水平線はそれである。断パ線は画面表面のガラスのすぐ裏側に置かれる。アッパーチャグリルは、シャドウマスクのように穴が無数に開いたものよりも、遮断される電子ビームが少なく透過量が多いため、より高輝度の画面となるほか、マスクピッチをより細かくできることから、にじみの少ない映像出力を特徴とする。 アパーチャーグリルを初めて採用したのはノーベル物理学賞受賞者であるアーネスト・ローレンスによって発明されたクロマトロンである。アメリカでの展示会でクロマトロンの展示を見たソニーの技術者たちの進言によりソニーにこの技術が導入されたがそのままでは生産性が悪く会社の経営が危うくなるほどであった。その後徹底的に改良されトリニトロンが誕生した。 あとに、三菱電機も同様の構造をダイヤモンドトロン管に採用。あとに、両社は全面が全く平坦なフラットディスプレイ管を開発。最盛期には一部の非常に安価な製品を除いて、コンピュータ用のブラウン管モニターの大半が両社の AFD 管を採用していた。トリニトロンとダイヤモンドの違いは電子銃の数である。トリニトロンは一つだったのに対して、三菱のものは、 電子銃は3本であった。シャドウマスクと同様電子線を浴び続け、熱を持つため、熱膨張しにくい素材が使用される。一方で、すだれ状の細い構造体が無数に並ぶため、大画面化が難しく、隣り合ったマスク同士が接触して映像が乱れる、原因となりやすい。このため、テンションワイヤー、またはダンパー線と呼ばれる。 ごく細い金属線で支える構造をしている。ダンパー線は画面サイズにより1本の場合と2本の場合があり、前者は画面中央、後者は画面上下の1、4ほどに横方向の黒い筋が現れる。29インチから36インチのトリニトロンテレビでは3本あった。ありがとうございます。